はようこそスーパーフォーミュラ第3戦すごにお越しくださいました。ちょっとね雨の方が降ってきてしまって皆様には大変ご迷惑をおかけしているんですけれども、ご観戦ありがとうございます。さあただいまからはですね、トヨタガズーレーシングプレゼンツのドライバートークショーを開催してまいりたいと思います。もうすでにドライバーが到着しておりますので早速お呼びしたいと思います。ドライバーの士気を上げるためにも皆さんぜひ大きなご声援でお迎えください。さあそれではお呼びしましょう。ジェームス BMU セレモエンディングよりカーナンバー38番石浦博明選手、カーナンバー39番坪井翔選手です。でよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞおかけください。ちょっとねそうですよね、椅子が濡れちゃって坪井様の椅子を濡らしとくなんてもう本当にね、もう JRP は何やってるんでしょうね。もうひっくり返そう、自分のことブースじゃないから私もなんか JRP のせいにするっていうね。いやちょっとね急に天候が悪くなってきてしまってね、天気予報外れてよかったと思ってたんですけどね、石浦選手ちょっとまた雲行きが怪しくなってきましたね、はい、なんか雨雲レーダー見てたら、はい、今から10分ぐらい、15分ぐらいかな、真っ赤な雲がこの近くを通過してるんで、はい、赤くないですよ見て赤かったらやばいですよね。やばいですよね、はい、うん、赤い雲が来るっていうから、うん、赤くないかな、まあ、今日はだから降ったりやんだりなのかな。降ったりやんだりだと思います。降ったりやんだりね、こうなってくるとまあちょっとフリー走行の結果がねちょっと活かせないというか、もしかしたらタイヤの変更なんかもあるんじゃないかなっていうふうにも思わないでもないですけどね。これ うちは雨の方がいいのかな僕は雨の方がいいです。あ、本当に坪井選手的には雨の方がいい。雨の方がいい、まあ、昨日 SP でクラッシュするし練習も遅いし、はい、もう雨の方がいいなと思って。あ、なるほど、ちょっと荒れてくれた方が自分は自分的にはもう良さ生かせるから、はい、下克上を目指せるかなみたいな、はい、そんな感じ。今回 Q1 が組み分けじゃないですか、はい、はいはい、ね、組み分けして片方が確かに雨とかね。確かに、あれだって Q1 で落ちた人のいいタイムの方が上になるもんね。あ、そうですね、はいはい、とかだから雨によってもしかしたら順位が変わっちゃうかもしれないです。確かに本当ですね。そうなってくるともうドライバーの力量とかは全く違うところにそのレースのそのなんていうか順位が出てくる。だからその昨日それくじ引き引くんですけど、はい、石浦さんがもうツボ引けツボ引けってどっちか一人が引いたら、はいはい、自動的にもう一人が反対の組になるんで。ああ、その二人いるチームはね。そうです、うん、これはツボに引かせて、はい、自分がもし成績悪かったらツボのせいにしてやろうと思います。先輩先輩ちょっと先輩せこいせこいまあね、まあまあでもね、はい、まあある意味自分で引いたらちょっとねモチベーションを保てなくなっちゃうかもしれないけれども、人のせいだったら気持ち割り切れるっていうところもありますね。そうですよ、だからあれは2枚置いてあったんですけど、はいはい、だから坪井が自ら選んだんですから。なるほどね、今回の組み分けは結局まあ坪井選手が引かされることになってしまったんですねそうなんですよそうか、まあでもその時の天候本当降ったらやんだりだとね。そうですよね、はい、でまたこの天候だと本当にタイヤ選択難しいです。じゃあ片方の予選がウェットで片方がドライっていうことも考えられるってことですか。っていうことも十分あるんじゃないですかね。そうなってくるとタイムで見るとちょっと厳しいですよね、単純にタイムだけで見ると、ね、まあ、交互には並ぶようにはなってるんですけど、はいはい、その交互がどっちが前か後ろかみたいなのがあるんで、うん、はいはい、そうするとね、天候にも左右されるんですけど、はい、ただその組み分けしてほしいっていうのは、うん、ドライバーの総意であったんで。そうですね、はい、毎年都合は予選がね、うん、トラフィックで、はい、1分5秒ぐらいの中に20台入ると、うん、まあ3秒間隔ですよね、うん、3秒間隔ってもうほぼ3秒間隔自体がもう邪魔になってるんですよ。はい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 、それで20台連なって走ってで、うん、要は全員邪魔みたいな要はね、はい、要はね、そうなんです、一番前以外は全員邪魔みたいな、ね、全員邪魔って、うん、で一番前の人も一番後ろの人に詰まっちゃうからそうか、去年までだから全員邪魔っていう状態だったんで、うん、もう半分にしてくれと、漏れなく予選時間中全員邪魔みたいなね、全員邪魔。そうかそうか、まあね、それがまたこの、うん、まあ、スゴのね、そのちょっとこう、はい、面白さというか、まあ、レースが分からなくなっているような
まあ、良さでもあるんですけどね、やっぱドライバーにとってはやっぱ特に予選はねしっかり走りたいですもんね、はい、そうですね。でも B 組の方が良くないですか？あの A グループを一応見て、はいはい、タイヤとか A グループはどうしようどうしようみたいな感じで言って B グループはそれを見て、あ、レインはダメだなとか判断できるから、なるほどね、まあ、その A グループを踏み絵にするみたいな。なるほどなるほど。なるほどね、まあ、ただね、自分で引いたわけじゃないから勝手に B になってたんで。そうか、それはもう坪井選手自分が悪いですね。そうですね、もう坪井選手が悪いですね。いや、まあ、でもね、意外とそれがいい結果になる時もあるし、いい、ね、本当ですよね、うん、くじ運でいいことないんで僕。あら、そうなんですか。今まで引いていいことはないんで、うん、だから目の前にあったのを引いたんですけど、それが前若い頃、はいはい、走ってたレースは今も若いですけどね、まあ、まだ若いですけどね、うん、10代の頃10代の頃僕アドバイザーだったんですよ、はいはいはい、なんとかいい成績を出してほしいんですけど、うん、はい、エンジンが抽選なんですけど、はいはい、車か、車ですね、車が、はいはい、明らかになんか成績が出てない車を毎回引いちゃうんですよ。またかって言っていうのが くじ運の持ち主。いい車、いい車を引いたことはない、ゼロ。1回はあるんですけど、それ乗ったらちゃんと勝ってた。あ、2年丸々やって5回くらい、はい、5回か6回引いて1回くらいしかいいの引けなかった。確率だから、もうだから本当に嫌で引くのは、もうだからどうしても引いてほしかったんですけど、そんなことを知ってるのにまた引かせたっていうね。いや、それ結局エシラ選手悪いんじゃないかな、もうその話を聞いてたら。待って、6回で1回でしょ、はい、ちょっと1シーズンの中で考えると、はい、まあ、7戦やって、はい、ほぼ僕いい結果になりますね、それ。そういうことですよ。そう、まあまあね、あ、悪い大人ですね。悪い大人ですよ、本当に、はい、そうやってね、だん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 レーシングドライバーとして薄ら汚れていくんですよ。言い方言い方言い方、 MC でしょ、 MC。 失礼しました、本当にもうちょっと私今受けの方を狙いに行ってしまいまして、ね、申し訳ございません、はい、まあまあとはいえね、今年のスーパーフォーミュラは本当に晴れた鈴鹿はあれ、そして前回のオートポリスは天候不良、そしてここ数号に来て、はい、もうね、またちょっと天気が怪しいということで、ちょっとね、あの新車導入イヤーとしてはかなり厳しい、ね、シーズンになってるんじゃないかなと思いますけど、車の方は実際どうなんですか？ちゃんと走れてないっていうのが実情じゃないのかなというふうに思うんですけど、どうなんですか？いや、わかんないです。わかんない。まあね、坪井選手はまあルーキーイヤーということでね、まあ、その前年比っていうことを考えると、まあ、今年からいきなりこうポンと乗っちゃった方がもしかしたらこんなもんかなみたいな、いや、いや、まあこんなもんかなって感じなんですけど、なんか2台ともあんまり速くないから、あのなんかチャンピオンチームだから乗ったらもう速いんだろうなって思ってたんですけど、あのちょうどね、昨日説明したんですよ、着替えながら、はいはい、坪井って去年までは走りはトップタイム、走りはトップタイムで、はい、Q1 の落ちる心配したことなかったっつって、ごめんねっつって。何謝り？坪井もなんか、いや、なんかすごいチャンピオンチームだから、はい、もうイケイケな感じでいけると思って来たんですけど違いましたっつって、はい、なんかちょっとチームの人いないと思って言いたい放題じゃないですか。いやいや、まだあの1・4の時も1年目から早かったわけじゃないですから、うん、そうか、はい、やっぱりこう1年目っていうのはもうそれなりにそのなんていうんですかね、そのチームがベストのセッティングを出すためにはちょっと時間がかかるもんですかね、はい、そうですね、今2台でいろんなデータを見比べながらトライしてるんですけど、はい、まあ、原因とかは見えてきても、はい、解決策っていうのはそうすぐ見つかるもんじゃないんで、あ、まあそれがね、はい、テストを重ねたりとか走行を重ねてデータを取っていくとなんとなく、まあここかな、ここだろうな、ここをこうすればいいんじゃろうな、ね、みたいなことが出てくるけれども、はい、今まだそういうところにいないです、を探ってるっていう感じですかね、うん、だから大体2台のタイムが揃ってるっていうのは大体そういうことなんです。そうですよね、はい、確かにそうかもしれないですね。ね、うん、はい、ちょっとニヤニヤして、ニヤニヤして。あまりの苦しさに笑っちゃうんですよね。苦しいですか？苦しいです。出口は見えない、まだ。まあ、とか言いながらね、去年もなんだかんだ結構しんどかったというか、その難しかったシーズンではあったと思うんですよね。はい、そうですね、うん、去年の突然富士で2位になって、うん、戸籍で勝って、はい、急に来たぞみたいな感じもあるんで、はいはい、そのまだまだ分かんないです。まあ
ね、よくその去年もおっしゃってましたけれども、はい、一晩寝かせたら状況が変わってたっていうぐらい、はい、今の、ね、スーパーフォーミュラって非常にあの繊細というか、なんていうんですかね、難しい車だと思うんですけれども、はい、まあ、今年になるとさらに新車になった分ちょっと難しさが、そうですね、うん、まあ、2種類のタイヤも使いこなさなきゃいけないし、そうかそうか、うん、はい、まあ、だから今2台揃って同じような状況にあるってことは、はい、今の僕らの状況は何かが間違ってるところにあると思うんで、うん、まあ、それをしっかり見つけて解決すれば、はい、突然こう明るくなることもある。はい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 、坪井選手どうですかね、その辺の手応えというか、まだ、まあ、あの14の成功例を知らないんで、そう、逆に言うと14の悪かった時、いい時のことを知らないんで、はいはいはい、うん、何がいいのか分かんないけど、そうか、それも難しいですよね、正解が分かんないから、うんうんうん、模索しつつで、はい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 、石浦さんが言った通りなんですけど、はい、成功例が分からない上にどこに持っていっていいかも迷子になっちゃうから、そこをだから迷子にならないように良くするためにどうしたらいいかっていうのを今すごい試行錯誤中なんで、結構難しいですね。でそのスーパーフォーミュラーという車、その SF19 自体はそのドライバーとしてはどういうフィーリングを持ってるんですか、その乗りやすい車なのか。もう一応も分かんないから、まあ、乗りやすいですよ。乗りやすいですか。やっぱ速いですし、これまで乗られてきた車に比べて速、あ、やっぱ速さはすごい感じます。速い、速い、乗りやすいかと言われると遅いんで、いや、乗りにくいです。速かったら多分乗りやすいです。そう、そんなものはやっぱり速さ出てるときは乗りやすいなっていうフィールがある。そうですよ、そうなんですね。